者だけだって子供が減ってるでしょ。チョコレートとかケーキを食べるような感覚で肉まで食べ出したら性格が崩壊しますよ。循環可能なね、SDGs とか言ってるのに、全然日本でやってることは SDGs じゃないんですよね。漁業権を売ってるんですよ、そう、海外資本に。はい、はい、皆さんこんにちは、亀井壮平です。今日も吉尾さんです、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あの最近ですね、参政党のアドバイザーにガナ雅子さんが、入ってくださって、でガナさん素晴らしいのはヨーロッパとかずっと回って、いろいろ現地からですねリポートしてくださるんですよ。亀井さん今ヨーロッパこうなってますよとか、こういう政治家いますよっていろいろ教えてくださるんですね。もうすごいやっぱ刺激になって、でそういうの翻訳して読んだりとかさせてもらってるんですけど、その中でやっぱり僕はねすごい、あこれやばいなと思ったのが人工肉、人工ミートのですね、もうレストランができてるっていうんですよ、向こうは。でいや日本ではそんなのと思ってみたらですね、なんと国会に来てびっくり、その人工ミートを推進する議連ができてたっていうですね。もう呆れて物が言えないんですけどね、はい、昨日八千代市であのタウンミーティングやって、若いある青年がね、質問してたんですよ、ある本があると、で遺伝子組み換えっていうのは環境に優しいと、であの少ない餌から多くのお肉が取れたりとかね、それから農薬に強い作物を作ったりしてやるから、これはいいことなんだと、動物にも環境にも優しいんだと、だからこれを進めなきゃいけないっていうのに反対するような悪い人たちがいるんですけど、どう思いますかって言ったので、騙されていますって言ったわけですよ。でまあその縄文時代に戻れとかは言わないけども、やっぱり農業っていうこと自体も環境を破壊してるんですよね、それを究極に自然の世界と折り合いをつけるっていうのに何万年もかけてここまで来たわけですよね、でそれをその遺伝子を組み換えたりとか、遺伝子組み換えもいけないんだけども、ゲノム編集だったら OK だっていうそういう世界も作ったるでしょ、で最終的には細胞培養をして筋肉なら筋肉だけ作る、腱だけなら腱を作る、神経を作る、結合組織を作る、で血管を作る、動脈静脈を作ると、それを 3D プリンターで組み合わせたら肉ができるっていうことですよね、これって一体誰がやるんですかですよ。これは製薬会社がやるわけですよ、ということは穀物メジャーがいるのもまずいし、オイルメジャーがいるのもまずいんだけども、その製薬会社っていうのがいるのは結局は国際金融資本系なわけですよ、ビッグファーマーっていうのは、そうするともうこれをやられてしまったら地域の農業とか地域の漁業とかもう終わっちゃうわけですよ、これ肉って言ってるけどもやろうと思ったら魚だって簡単にできるわけですよ、でこれはだから牛を殺さないで一頭のコピーを究極にずっとね細胞培養していったらできるんだから、一頭の牛から何十万人何千万人何百万人下手すると何十億人とかっていう人の、肉ができるんですよっていうことなんだけども、この培養してるのが本当に大丈夫なのかっていうのは今回の男と同じで、誰も証明できないわけですよ、でね似たような質問がやっぱり遺伝子組み換え食品の話で出るんですよ、で遺伝子組み換え食品は安全だ安全だっていうプロパガンダがされてるでしょ、で日本で Google で検索すると安全だっていうのしか出てこないんですよ、でこれでね街頭演説とかタウンミーティングとかも言ってるんですけど、ちょっと皆さん頑張って英語で調べてもらいたいと、でパブメドっていう論文検索サイトがあって、そこでその遺伝子組み換えであるとか不妊だとかって調べるともうずらーって論文が出てくるんですよ、だから僕らはテレビだって騙されてるけども、Google でも騙されてるわけ、でその科学論文のところっていうのはそれができないわけですよ、それはだからまずそのサイトを知ってるとか、検索ワードを知ってるとか英語ができるとかっていう条件は確かにあるけども、そういうところがまだ残っていて、でそこで見たら僕が一番まずい問題はやっぱりエビデンスが出てるのは不妊だと思うんですね、で現実に日本って子供が少ないでしょ、で今もだけだって子供が減ってるでしょ、これもデータも出てるでしょ、したらね日本人が本当に滅んじゃうじゃないですか、それとなんていうのかな、工場で作ってるものって例えばチョコレートとか、これ感謝しないでしょ、やっぱね牛だってかわいそうですよ、生きてる時に ね牛の屠畜場のところに行ったらもう牛が泣きながらこう首が切られてるのがあるから、そこでね多くの人はじゃあ牛を殺さなければいいって言うけども、それってね牛だけじゃないの、豚もそうだし鳥もそうだけども、もっと言ったら
果物とか全部同じなんですよ、うん、刈り取ってるって同じなんだ、うん、であの植物とかだって感情あるんですよ、はい、まあ、その話すると長くなるか言いませんけども、そうするとそのかわいそうなことをしている、でそれをあまりにもかわいそうな状態のまま食べたらそれはもう本当バーバリアンになっちゃうから、それで料理ってものが発明されたわけだよ、うん、これで彩りってものが発明されて、そして感謝するっていうことができてるから、だから食べる前に必ずいただきますって言って命をいただくっていうことなんですよ、ね、だから儀式なんですよ、はい、食事って葬式なんですよね、うん、そういう感情が 3D プリンターでするとなくなるから、はい、あの過食症の人いるじゃないですか、はい、大体ケーキ食べてチョコレート食べてクッキー食べてでゲロゲロゲロと出して繰り返してるのは、これが工場で作ってあるものだからできるんですよ、うん、これもしも本当に目の前で鶏の首を絞めたりとかしてやってるので食べて吐いてやってごらんって言ったらできませんよ、うん、だからこのねやっぱり食ってやっぱり信仰心なんですよ、ね、はい、感謝なんですよ、でこういうのを潰すんですよ、うん、3D プリンターなんかでやっちゃうと、はい、そうするともう本当にねチョコレートとかケーキを食べるような感覚で肉まで食べ出したら、はい、もう性格が崩壊しますよ、うん、いやもう絶対ダメだから、うん、絶対ダメだと僕は思う、うん、はいですね、まあ本当にね食料危機だからって言ってるけど、まあ、あのこれはあの東大の鈴木伸弘先生もおっしゃってますけど、うん、今もう畜産の人が大変で、うん、はもう牛どんどん殺せと、うんうんね、家畜を、うんうん、って言ってるんですね、大変だったら、うん、でさ処分費を国が補助制しますよと、うん、どんどん畜産農家なくなっていくじゃないですか、そうです、そしたらもう日本でお肉作れなくなっちゃうんでね、だそれがもうだから減反政策と同じことやってるんですよ ね、それの今畜産版がされてると、それとこれもねちょっと宇佐美先生から勉強させてもらったんですけども、あの漁業もやってるんですよね、漁業権を売ってるんですよ、うん、そうです、海外資本に、はい、で漁業権を売るってことはその漁場っていうのが外国人のものになっちゃうから、うん、もしそこで資源があるとかって言ったらもうどうしようもないでしょ、うん、そうですね、もうこれ何が何でもこれ止めないと、そうだからその食料っていうのは農業とそれから漁業それから林業だってその一部ですよね、この3つっていうのをもう死守しないと、はい、でここに外国人が入り込まないような制度にしなきゃいけないけども、はい、今の日本ってここの連中に買ってもらうとお金が回るからいいんでしょっていうのが今の岸田内閣の考え方でしょ、はい、うん、だからその瞬間金が入る話ってダメなんですよ、はい、あのソーラーパネルも同じですよ、ね、そう一緒です、うん、だからそうじゃなくってあの本業で一生懸命働いたらお金が儲かる、でそれでいいんですよね、うん、だから例えばお米を一生懸命作ってでそれを買えないというのは国が買い上げればいいじゃないですか、ソーラーパネルはやるんじゃなくて米を買えばいいだけの話でしょ、うんうん、で国民に安く売ればいいんだから、はい、そんなのなんて2兆とか3兆ぐらいでしょ、そうです、あんなののこんなんだっていきなり20兆円とかもう今100兆ぐらい使ってるでしょ、はい、95兆ぐらいでこの対象で使ってます ね、でしょ、はい、何やってんのでしょ、うん、もう本当におかしいですよ ね、いやだからいや循環可能なね、うん、SDGs とか言ってるのに、うん、全然日本でやってることは SDGs じゃないんですよね、うん、だからそこの矛盾をですね、うん、やっぱりみんなでちゃんと考えて、うん、本当にその自然なですよ、うん、その人工的に作るんじゃなくて、うん、自然な循環を生かしながら、うん、この島国ですね、うん、日本人、まあ、1億、まあ、今だいぶ減ってますけど、うん、1億人ぐらいの人たちが暮らしていけるような仕組みを考えないと、うん、いつかツケが回ってきてね、絶対そうですよ、うん、だ今だってそうですよ、ツケがもう回ってるから、あの農家の人たちも平均年齢がもう65ぐらいでしょ、もっとです、もっと70代です、70代、はい、米農家はもう10歳ぐらい上でしょ、うんうん、であと10年経ったら米農家の平均年齢が90歳ですとかって、無理なんだから、無理です、だから農家いなくなっちゃうんですよ、うん、このままだと、だからもう本当にね今年中とか来年中の喫緊の問題でしょ、はい、それになんかその 3D プリンターので肉を食う議連とかって何やってんのって、はい、ということですね、うん、まあ、今日は人工肉のお話聞きました、うん、まあ、賛成党はそういった問題に関しては反対という立場でいきたいというふうに思いますので、うん、はい、まあ、難しいですよね、かといってまあデジタル化まで全部反対しろっていう人もいらっしゃるんだけど、うん、まあね、文明の利器使わないわけにもいかないしと、でもね、やっぱりそういう遺伝子組み換えだとか人工肉とかそこまではですね、うん、まあ科学技術があるからと言ってじゃあ打ってしまうとおかしくなると思うんで、うん、どこで線引くか、やっぱり倫理観とか道徳観っていうところで引くしかないんですよ結局は、ね、だってあのニワトリちゃんだって殺すんだけども、それだから食べて感謝するっていうのを作っていかないと、もう一回僕だから日本人に信仰心を取り戻してもらいたい、そうですね、うん、はい、わかりました、はい、まあ
そういった問題これからもね難しい問題だと思いますけど、うん、一個一個ね整理しながら皆さんにお伝えしていきたいと思います、うん、はい、今日はどうもありがとうございました、はい。